はい、どうも、こんにちは。昨日ね、僕はね、SNS 歌謡祭夏見たんですよ。なんだろうな。まあ、他の番組を見ながら、見てた。だから最初の方はそんなチラ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 、あっちゃこっちゃ見てたんですけど、途中からはずっと見たかな。最初のなんかね、タイムテーブル見たけど、あんまり面白そうじゃなかったんで、途中からですね、8時ぐらいからですかね、ちゃんと見始めたのは。で、モネちゃんの話からしますけど、モネちゃんね、僕はちょっと心配だったんですよね、昨日見てて。なんかいつものモネちゃんの顔ではなかったっていうか、笑顔がね、少なかったんで、最後の最後だけなんですよ、その映画。でも、モネちゃんスマイルじゃない感じのスマイルですね、僕から見てるとね。いつもモネちゃんの、こうウォッチしてお姉ちゃんをチェックしてる身として見たらね、最後の笑顔もモネちゃんのいつものスマイルではない感じですね。ちょっと引きつった笑いだったっていうんですかね。まあだから青空ね、ブルーハーツの青空を歌って、その後世界中の誰よりきっとを、まあ、メドレーみたいな感じでやったんですよ。で、まあ青空っていうのはブルーハーツのね曲なだけにラブソングではないですよね。メッセージソング的な歌詞なんですよ。で、特にこの曲はね、あんまりこう、騒がしい曲ではないです。もともとの原曲もそうなんだけど、あんまり騒がしい曲ではなくて、かなりメッセージ性の強い曲。で、ゆったりとした曲なんですけど、ほんと人種差別とかね、なんかそういう感じのことを歌ってる曲ですね。結構ね、多いんですよね。ブルーハーツの曲って割と、差別、反差別的な歌とか、まあ、あと、反原発とかね、反戦とかね、なんかそういうのが多いんですよ。で、まさにそういう、まさにもう、ブルーハーツっぽい、歌詞なんですよね。結構シリアスなね、曲ですね。また、今の時代、ちょっと、そういうのも、意味あるじゃないですか。人種差別的なのって。特に、ね、ブラックライブズマターっていうね、アメリカではね、言われたり、あと、なんていうんですか、ヘイトクライムっていうんですか、アジア人ヘイトクライムっていうのもありますよね。コロナをね、広めたのはアジア人だね。まあ、アジア人っていうか中国人ね。中国人だっていうので、でもアメリカ人からしてみると中国も日本も見た目が変わんないんで、韓国も。なので、日本人もなんか知んないけど、襲われたりとか、被害に遭う人が増えてるっていう、なんかそういう現状もあると。だからまあそういう意味では、この楽曲をモネちゃんが今回の番組に持ってきて、当ててきたのかなと。いう感じはあるんですよね。だからこれはね、あまり笑いながら歌う曲では確かにないです。笑顔は満面で歌う曲ではないですね。かなりメッセージ性が強い。だから、どっちかっていうともう泣きそうな顔して歌ってたんですよね。で、その後世界中の誰よりきっとにこう、映ったんですよ。まあ、そのせいですかね。青空を歌ったまんま、世界中の誰よりきっとに移行してるから、笑顔がないまま入ってたのか。それとも、もうだから青空でこう入りきって、だから青空を本当に歌ってる時は本当泣きそうだというかね、真剣な表情で、もう顔がねすごい、もう本当にいつものモネちゃんではないですよ。本当ちょっと怖いぐらいの泣きそうな顔だった。顔から世界中の誰よりに入ったんで、多分ね入り込んでたのかな、役にっていうんですか、歌に。で、そっから戻しきれずに世界中の誰よりきっと言って、まあ一曲歌い終わって最後の方になんとか笑顔なんとか笑顔って感じにして笑顔に戻したって感じだけど、その笑顔もいつものモネちゃんみたいな戻しきれてないっていうイメージですかね、僕の中では。いろんなこと考えたんですよ。もしかして疲れてんのかなとか。あと、また最近ね、いろいろモネちゃんに対してのね、歌を出してテレビに出るじゃないですか。そのバッシング記事もあるじゃないですか。なんか、モネちゃんが下手くそだとか、なんか外してるとか、なんかこのカバーは合わないとかいう記事もあるし、あるいは
クラウドファンディングにや、クラウドファンディングをやったことによっての批判もあるね、記事もね、中には一部あったりもあるし、まあ、もっと深読みとかすると、クラウドファンディングじゃないけど、その、ね、被害者とかその、被災地みたいなところに対して、すごい思いがあるとかね、大変な時期だし、そういうのに対してのこの強い思いがあるとか。まあ、あとそれかもうただ単純にめちゃくちゃ疲れてるとか。それで元気はなかったのかなとか、なんかいろんなことちょっと考えちゃいましたけどね。ただ、なんか、いつもの笑顔満面の、無邪気なモネちゃんじゃなかったのが、僕はちょっと、心配は心配でしたけど、昨日はね。ただ曲は良かったです。青空良かったですよ。好きな曲だったんで、めちゃくちゃ良かったです。あとね、他で僕がね、いっぱい、なんか、昨日、ゆっくり見て、じっくり、いろんな人の見て、いいのとかね、へーみたいなのがちょっとあったんです。橋本愛さんがね、木綿のハンカチーフを歌ってたんですよね。この曲もね、モネちゃんがね、カバーでやってたから、ね、モネちゃんが歌ってほしいななんて思ったけど、橋本愛さんもなかなかいい味を出したんで、それはそれで良かったかなと。同じ橋本愛さんで、リブスを歌ったんですよね、椎名林檎さんのね、懐かしいなと思って。ただ、しかもそれもね、すごいね、似合ってたし、橋本愛さんってこういうキャラなんだっていうね、椎名林檎が好きだっていう、なんかあれが流れてたんだけど、この特にこの椎名林檎のギプスって曲は、めちゃくちゃなんか、メンヘラ的な曲なんで、まあ椎名林檎自体がメンヘラっぽいんじゃないですか、メンヘラ代表みたいなところがね、昔はあったんで、今またね、ちょっとフェミニーみたいな感じになりましたけど、2000年ぐらいの椎名林檎っていうのは、やっぱりメンヘラ代表みたいなところがあったんで、椎名林檎のファンだっていう女の子とね、僕はその当時まだバンドやってたんで、椎名林檎ファンだっていう女の子と会うことが多かったんですけど、まあ、みんな大体心病んでる人が多かったんで、ああ、その系統なのかなと思ったりね、したかなっていう。あとね、サマーウイカさんがやったうっせーわですか。これね、タカミーと一緒にやったんですけど、あれ、アドさんの曲でしょ？アドっていう女の子の曲で、顔出ししてないね、インターネット上の人ですけど、ウイカでいいんじゃないのって思いましたね。そのまんまじゃんと思って。もうそっくりだし、で、顔出ししてるし、もう、あれ、アドじゃなくてウイカでいいじゃんってちょっと思いましたけどね。あとね、その後にやったミレさんって言うんですか？ミレットって書いてミレさんね。初めて聞いたんですけど、この人って、モーニングショーのね、僕は朝大体モーニングショー見るんです、玉川の。そのテーマ曲歌ってる人ですね。初めて見たけど、めちゃくちゃ歌がうまいなと思って。こんなすごい人いるのか、世の中にっていうか、日本にっていうの、今の、現代のエンタメの、日本のエンタメにこんなにすごい人いたんだっていうぐらい、ちょっと衝撃を受けるぐらいうまかったですね、ミレさんは。ちょっと、ファンになりました。あとですね、良かったの、石崎ひゅーいと尾崎ひろやですね。尾崎豊の息子さん。で、15の夜を一緒にね、デュエットしたんだけど、なんかね、まあ、二人ともね、もちろん息子さんと大リスペクトして、尾崎リスペクトしてる人がやってるから良かったんだけど、よくよく考えたら尾崎豊って15歳であんな曲作ってたのかと思うと、すごい、やっぱ改めてすごい人だなと思いましたね。あとまあ BTS も良かったけど、その平手友梨奈ね、ソロでね、出たんですよ。かけがえのない世界ってやつですか。いや、びっくりしましたよ。すごいじゃんって。圧倒されましたけどね、ソロでいいじゃん、この人はって思いましたよね。マイケル・ジャクソン、女マイケル・ジャクソンですよ、あれは。いやー、びっくりしました。もう、あんなにポテンシャル高いんだと思いましたね。あと、なんだろうな、よかったの。そうね、池田エライザさんね。宮本さんっていうのはバイオリンの人なんですよね、これ一緒にやったのね。池田エライザさんなんか、なんだろう、いろいろ、一部ではね、棒立ちだとかね、いろいろ言ってたけど、この前のね、衣装がね、モネちゃんと一緒に出た M ステの衣装がね、ケツがでかいって、まあ僕も動画でも言いましたけど、まあそういう一部の話もあったんだけど、昨日はね、良かったですよ、服装も。なんか黒のドレスでシックで、で、ね、
逆に棒立ちでかっこいいなと思いましたけどね。やっぱりね、顔がね、顔が何か、まあいかんせん綺麗ですよ。うん。もう、あの顔してたらね、もうそれだけでもまとまるというか、もう説得力が半端ないですね。よかったです、池田エライザさん。棒立ちで全然 OK です。な感じかな、僕が昨日見たところで気になったのは。ダバンプと藤井隆ちゃんなんだかんだも良かったですよ。懐かしかったですよ。まあ、トゥワイザも良かったなぁ。キス前のラブバイも久しぶりに聞けて良かったですよ。うん、思い出しましたよ、ボス恋を。かな。そんな感じかな。ということで、まあ、僕としてはね、ほんとね、モネちゃんがね、昨日ね、いつものモネちゃんじゃなかったのがちょっと心配だったんですよね。まあ、それが演出なんでしょうけど、いつもこうね、笑顔満面の笑みで、屈託のないね、こう、癒されるというか、もうすごいこう、見てるだけでこっちが幸せになるような、あのモネちゃんじゃなくて、まあ、なんかすごい泣きそうな感じのね、もし何かこう何か背負った感じのちょっとね暗い感じのモネちゃんっていうのがね僕はね衝撃的だったんでびっくりしました。まあそんな感じですけど、また見たいですね、モネちゃんのね歌をいろいろ聞きたいですという感じです。ではでは。